It was April the 14th, 2019, around 2:35 p.m. when various strange phenomena occurred in the room of the study seminar I conducted. A small UFO appeared in the room, along with dazzling flashlights and a shooting light in the room. One of the attendees also witnessed something like a smoky, invisible man. But very fortunately, a part of the lights was taken by Emu Miyuki-san's iPhone. I would like to introduce here in this video some of the lights that were captured at that time. And just on today, I will send her iPhone directly from Emu Miyuki-san, so I decided to re-verify the original file. Also, please note that these lights are very similar to the light taken during NASA's Columbia STS-80 mission. The video is to be followed after this video of verification. 2019年の4月14日のことでした。午後2時35分前後のことですが、私が主催している勉強会の会場で、さまざまな怪奇現象が起きました。部屋の中に小型の UFO が現れたり、眩しいばかりのフラッシュ光が光ったり、あるいは飛んだりしました。もやもやとした透明人間のようなものを目撃した人もいましたが、その一部を M. みゆきさんの iPhone が撮影していました。ここに紹介するのは、その時撮られた開口の一部ということになります。今回その iPhone を M. みゆきさんから直接届けていただきましたので、オリジナルのファイルからもう一度再検証し直してみることにしました。なお、この光は NASA のコロンビア号の STS-80 ミッションで撮影された光と酷似している点にも注意してください。その動画はこの動画の後につなげておきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。あ、今録音が始まりました。はい、先生。はい、じゃあもう一度最初から質問させていただきますが、はい、お名前を藤原さんという形で使わさせていただいてよろしいですか。はい、藤原と言います。はい、じゃあ率直に今藤原さんが最初に電話をする方なんですけども、メールで3人の方から届き、1通は手紙で届いています。で、その内容については明日か明後日、明日か明後日ビデオ台の方で発表するまではここで押さえておくといいますか、皆さんにそれで影響を受けてまたその同じような話をすると出されると困るもんですから、はい、はい、それで、まあ、藤原さんの話に戻しますが、時刻は1時間目は大雑把な話して、2時間目にこう、まあ、何ですか、ダヴィンチと火星人の話をしたんですよね。はい、で、時刻的にはだいたい3次元目、1時、2時、3時と分けた時には何次元目だったでしょうか。これがね、先生、それははっきり分からないんですけど、始まってからだいぶ経ってますので、はい、だいぶ経ってます。20分とか30分じゃないので、おっしゃってるような時間帯だと思うんですが。あ、そうですか。はい。わかりました。ただ、他の方もその時間帯です。はい。私の場合もその時間帯なもんですからね。はい。それで、まず、メールでいただいた部分をそのまま読ませていただきますが。はい、お願いします。奥様のおっしゃる発光現象とは違いますが、はい、照明の何かの動くものが、講義中の林先生の体の横でふにゃふにゃと動いたように見えましたということなんですけども、順番にお聞きしますが、照明の何かというのはそれは色はついていましたか。色はね、先生、これ、まあ、光といえば光るかもしれないけど、本当にその透明なんですよ。透明。透明だけど動くのが見えるんです、その透明の何かが。あ、そう。それで、はい、その動きというのは大きいものでしたか、小さいものでしたか。先生のお体の大体、そうですね、まあ40センチか50センチぐらいじゃないでしょうか。じゃあ小さいってことですか。体ぐらい。はい、縦横は、じゃあ何メッティ、40センチぐらい。はい、縦が
縦が1メートル前後で、横は40センチから50センチぐらいの幅だと思います。それで、その、ふにゃふにゃと、それで色はなかったわけですね。はい、透明だと思います。そうしたら、いわゆる画面が揺れると言いますか、よくあるように、なんて言いますか、どういったらいいかな、例えば、その、画面がその水面のように揺れるのか、それともふにゃふにゃってのはどういう感じなんでしょうか。例えばいろんな表現ができると思うんですけども、ざわざわとした感じなのか、それとも幽霊のようにふにゃふにゃと動くのか。ざわざわではないです。ふにゃふにゃです。ふにゃふにゃ。はいはい。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃというのは、例えば画面が歪むようなそうですね。はい。例えばよくセロハンが、セロハン、透明のセロハンがふにゃ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 とこう動いてるような感じです。早いですか、小刻みですか、それともゆっくりですか。小刻みに近いですかね。ふにゃ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 っていう、そういう感じですね。輪郭はどうだったんでしょうか。輪郭はね、これ先生、わーってないのごとくのこの、円形というのか。円形だった。で、全体の形は何、どんな形だったでしょうか。丸いのか四角いのか。そういう形じゃないんですよ。先生のお体の、右側ぐらいで。私の輪郭っぽく出てきたわけ。例えば、人の姿をしてるとか。まあ、透明人間が先生の後ろで動いてるような感じを受けましたね、言ってみれば。透明人間側で。右側で、はい。私の右側ですね。はい。ということは、藤原さんから見たら左側ですね。はい。先生のお体の右半身の方です。はい。それ、ふにゃふにゃと動いた。はい。それでは何秒ぐらい続いたんでしょうか。3秒ぐらいだと思います。先生のお体の体幹部のあたりです。私の距離からはどれくらい離れてましたか。もうぴったりくっついてます。くっついて。はい。先生の、背面からこう、要は先生のお体の後ろ側で、右側後ろ側で動いてるような感じに受けました。見えました。写真をね、撮っておられる方がいらっしゃいましてね、まだその方、電話まだしてないし、名前を出せないんですけども、エースさんという方なんですけども、ちょうどその時刻に写真を撮ってくださってて、その写真には、またなんですけど、イギリの話をしているところなんですよ。はい、で、第1回もイギリの滝に出て、そうでしたね、はい。第2回もイギリで、今度も2次元目から3次元目、2時から3時にかけては、はい、火星人とダヴィンチの描いたスケッチの話をしているところだったんですね、あれ。はい、それがまたたまたま写真に写ってまして、その時に、はい、まあ、あるものをご覧になって、それを、まあ、丁寧に、まあ、メモして、今日手紙が届いていたわけですけどもね。はいはい、で、まあ、話戻しますが、透明の何かの動くものが講義中の林先生の体の横で、ふにゃふにゃと動いたように見えました。このようにという部分が、どの程度その革新的なのか。先生、見えたのははっきりしております。動いてるようにというようにです。見えたのははっきり見えてます。普通動いたように見えるというのは、目の錯覚も含めてという意味もありますよね。例えば、何か、いや目の錯覚的には。目の錯覚ではないと思いますよ。それでその、うにゃうにゃと動いて、何秒ぐらいで消えたんですか ?2、3秒ですね。だから、透明人間が見えるのもおかしいんですけど、まあ、サランラップのようなものが、ふらふらふらっと、ふにゃふにゃっと動いて、2、3秒で消えたんです。それは藤原さんの言葉として、ごめんなさい、録音してるもんですから、私どもちょっと緊張して、かしこまって話してますけども、はい、その、断言できるものなのでしょうか、それとも、ひょっとしたら気のせいだったかもしれないというような曖昧なものだとしたら、それを例えばね、レベル的に確認したんですけども、藤原さんの、正直に言ってますか。はい。藤原さん自身の心に誓ってという言い方、私たちことは失礼なんですけども。いえ、わかります。断言できる、レベルです。わかりました。はい。じゃあ、ここで一応、録音は止めますが、はい。他の後ね、二人、私の話も含めて、もう一人と、で、藤原さんと、S さんという方と、はい、でもう一人に実はね、私打ち明けた人がいましてね、はい。月曜日の夜に写真を届けてくれたんですよ。はい。実はその写真に写ってたものが全くワイフが見たものと同じものであったということなんですね。で、S さんはまたその、
はい、また、今だし、話が了解もらってないもんですから、はい、この後電話して、証言を取ってということを考えてますが、一応ここで止めさせていただいて、はい、それで後日また電話して取材させていただくことがあるかもしれませんけども、はい、はい、よろしいですね。はい、すいませんでした。どうもありがとうございました。じゃあ一応ここで録音は止めます。今、録音を始めました。はい、じゃあ、ちょっとかしこまった言い方しますけども、メールありがとうございました。はい、で、メールにありました、この部分なんですけども、それらしいものは確認できませんでしたと、まあ、私が直後にね、ワイフが目撃した光るって言いますか、怪光現象というものは、についてのことなんですよね、これはね。確認でき今までの、2体の、はい、あ、現在ではない感じですかね。はい、その通りです。で、確認できなかったと。しかし、一度だけ、その部分だけ読ませさせていただきますけども、一度だけ私のすぐ左、窓側に立てかけてあった、立てかけてあったテーブルが、テーブル立てかけてありましたかね？これね、僕ちょっと記憶曖昧なんですけど、たぶん折りたたみのテーブルが一個横にあったような、なかったような気がする。ああ、なるほどね。一番後ろの席の。あ、一番後ろの方だから。あ、なるほどね。一番後ろの席でね。そこから記憶はっきりして、ね、一瞬キラッとなったような気がして、その気がしてっていうのは、そのいろんなレベルがあると思うんですけども、いや、確かに光ったっていうレベルから、あ、ひょっとしたら気のせいだったかなということなんですけども、その辺、山手さんの、印象はいかがだったでしょうか。ね、普通の光の、車とかが入ってきてキラッと映るぐらいの時間はそれぐらいの1秒にもないぐらいキラッとした感じだったんですけども、その光り方がちょっと普通の光よりは強かったかなっていうような、今思うとそういうふうに思いますね。光った瞬間にどっから光が反射したのかなと思って、いろいろ反対側とかいろいろ見回したんですけど、窓も全部カーテン閉まってましたし、あと入り口もちょっと遠かったんで、あそこから入って、言うにしてもあそこも誰も通らなかった太陽反射してないし、どっから光ったんかなと、まあいいかと思う感じで流しましたけど。出入り口は後ろ一箇所だけだったんですよね、あれね。そうですね。で、ひょっとしたら誰かがパソコンかスマホの光が反射してそのテーブルに映ったんかなと思って、周りの人たちも見回したんですけど、そもそもその部屋の中に太陽の光が差し込んでなかったんで、どっから反射してるんかなっていうのはありましたね。あ、そう。それで時刻は何時頃だったんですかね。これがね、ちょっと覚えてないんですけど、その3時からの質問会の前は前だったんですけど、始まってどれくらいやったんかちょっと覚えてないですね。あ、私、1時間目と2時間目はね、ずっと立ってたんですよ。はいはい。ですから私は立ってました、座ってました。3時から4時まではもうほとんど座ってたんですけども、1時から3時までは全く立ちっぱなしだったと思います。おそらく立ってたと思います。その奥さんとちょっと話しまして、その3時からどうの時に、その、今日質問されないんですかっていうふうに話しかけていただいて、それより前だったのは覚えてます。じゃあ2時から3時ってことですね、そうしますと。そうです、おそらく。で、その光なんですけども、今度光についてお聞きしたいんですけども、はい、それはキラッと光ったというのもいろんなその、光方を表現できると思うんですけども、例えば色とかってことはお感じになりませんでした？それとも真っ白に光だったのか、それとも星が光るようだったのか、ハレーションがあるような光だったのか、まあフラッシュのような光だったのか、いろいろあると思うんですけども、これもちょっと記憶は曖昧なんですけど、普通の車が反射して光ったような光よりも、車が反射っていうのはどういうことですか？例えばその学校、いや、どっかの駐車場、学校とかで座ってるときに、うん、外の運動場とかに車が入ってきて、うんうんうん、で、そのフロントガラスとかが、キラッと太陽で反射して、教室の中に映るような感じの、なるほど。光り方よりかは明るかったように。それは白い光、それとも色がついた光だったでしょうか？白でした。白い光で、それはまあ、外で見れば、太陽光のような光だったということですかね、そうしますと。まあ、太陽光、そうですね、僕がパッと見た印象では、どっかの
の太陽光が反射して光ったのかなという第一印象で思ったんですけど、その後から考えるとちょっと明るかったなというふうには思いました。なるほど。あのね、あの、まあ、まだちょっと話せないんですけど、あのここで今、あのあともう一人、二人証人、まあ、全くあの違った証言いただいてて、また不思議なことが本当に起きた感じはします。全く本当にちょっと想像もつかないようなことが起きたわけですけども、はいはい、その流れの中で、その時刻に何かがあったということは、うん、まあ、ってことなんです。で、最後にじゃあ一つ、その、まあ、あの、山田さんの場合は、あの、瞬間に光ったっていうことだけなんですから、まあ、光と、大きさはわかりませんよね、もちろんね。大きさはね、おそらく、まあ、10センチ。その、僕が、それも記憶ほとんど残ってないんですけど、後からしっかり思い出そうとして思い出したのは、ちょっと、連携じゃなくって、なんかこう、C の字というか、この字というか、それはちょっとあんまりっていうか、曖昧なんですよ。あれね、そういうことあるんですね。すぐ直後にやっぱり取材しないとね、皆さんどんどん、あの、そういうことあるんですから、今日は当てて、あの、させていただいたんですけどもね。はい。まあ、これでも、精一杯、今日水曜日ですから、もう4日経ってますから、1、2、3日経ってますからね。はい、あ、わかりました。それで、まあ、詳しいことはまたあの、ビデオ台の方で皆さんの証言を載せて発表させていただきたいと思いますけど、この証言はそのまま載せさせていただいてよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ、ここで一度録音を切ります。では、あの、手紙、まずあの、ありがとうございました。で、その文面をまず読まさせていただきたいんですけども、はい。私の位置からだと正三角形の黒い、確かに真っ黒い UFO に見えました。でも私のその時の位置からだと正三角形に見えたけれど、本当はもっと長い、いわゆる長三角形というふうに今言ったらいいのかな、長い三角形とぼんやりと思っていた気がしますと。でも正三角形に近いって言いますか、小さな正三角形 UFO 丸、窓の私から見て右上にいました。この部分があの大変重要な部分だと思いますので、はい、森さんに順番にお伺いしますが、そのこの書いてくださったイラストを見ると、ちょうど私が立ってましたよね。そうしますと立って話をしている時ですか、それとも座っている時ですかね。あの一時立ったりして、そう、1時から3時までは立ったり座ったりしてて、はい、3時から4時まではもうほとんどってベーッとこう座ってました。座れてしまいましてね。それでこのイラストを見るとかなり大きく描いてあるんですけども、はい、あ、まあ、その小さい10センチとか5センチっていうんじゃなくて、20センチから30センチぐらいの大きさで描いてあるんですけども、大きさはいかがだったでしょうか。はい、大きさはちょっと私的になんかその映画とかを見ていると UFO ってすごい大きいものってイメージがあるんですけど、そういう感じではなく、窓に対しても20センチくらいっていうかな、まあ、小さかったと思います。あの、その小さいか大きいかの対象で、あれは小さかったですよ、あれは大きかったですよっていうのは人の感覚によるかと思うんですけど、なんかそうですね、20センチくらいのものだと思います。なるほど。それで色は黒ってことですよ。あの、あそこのスクリーンカーティンみたいになってまして、あの、はい、あの部屋のブラインドじゃないんですよね。ですから光は何十パーセントかというか通す感じのブラインドって言いますか、あの、はい、だったんですけども、それに対して黒く見えたということですか。その向こうにあって色というか、黒ははっきり認識というか確認できたんでしょうか。そうです、黒だと思いましたが、色を見てみると確かに向こうに向かってあのスクリーンカーテンがあるから、うん、なんかそのスクリーンカーテンの向こうにあると認識してるんですけど、それは真っ赤いものだと思う、同時に認識していて、うん、絵に描くとそういう感じになるんですけど、うん、なるほどね、うん、はい、まあ、はい、でそれは動いてました。それもすごい静止していたでしょうか。静止していました。ピタリとピタリと。ということは、そのそれはその現れる前は何もなかった状態ですよね、当然。そうだと思います。そうです、そうです。で、それで
らいの時間ずっとそこにあったように感じました？でも5分とか10分とか。あ、そんな長く。はい、皆さん見てるんだなって感じがしました。一緒に見てるんだな、なんか見てるんだなって。一緒にってなったら誰と？あの、私たちのことを見てるんだなって。あ、向こうからも見てると。だからその物体というのはそのスクリーンの向こうってことは分かるんですけども、じゃあスクリーンの向こうはガラスになってたと思うんですけど、透明の。そのガラスの向こうですか、手前ですか？ガラスの向こうです。さらに向こうだったわけか。向こうです。はい、あの角度の外で、うん、あの私あのすごいあの思えば不思議なんですけど、あのあのあれとは本当に2時半ぐらいで、うん、それで一応お話が終わったら、あの参加者同士の方みんな雑談してもいいですよみたいなお話が。ああ、しました、しました。だからね、あの一番最初になんか、私、ふと、あ、入ってこればいいのにねって言ったんですよ。あの、隣の方とか前の方に。なんか、ハローって、入ってこればいいのに、見てるぐらいならって言ったんですよ、私。そしたら、隣の人も前の人も、でも別に何の疑問もなく、はは、はそれはできないんじゃないみたいな感じで、冗談っぽく笑っていたけど、なんていうんですかね、理解してるっていう、そういうことが思う、そういうことを思ったんですよね、なんかふっと思ったときに。だからみんな見えてたんじゃないのみたいな気がして、自分も別にその、開口を見られた方がいるんだよっていうことを言われるまでは、言われるまでは、なんていうか、なんていうんですかね、信じられない。そのことについて、まあ、話していかない。そう、話すというか、なんか何を見たとか、なんかその不思議なことを見たとか、そのことは一切思ってなくて、うん、一切思ってなくて、で、あれと思って、そういえばって思ったんですよ。あ、私もね、それ同じ感覚持ちました。はい、あの最初に見せてもらったときに、なんだって感じで。なんかそう、だから分かったんですよ。嫌にこう冷めた感じで、なんだ、ただの UFO じゃんって思いました。今更何もこんなも珍しくないってね。だからそれは同じ感覚です。それでそれはその部屋の中に入ってきたってことではないんですね。部屋の中には入ってこなかったと思います。じゃあその窓の私から見て右上にいたってことは、その薄いこの絵の通りってことですね。まあこれ大変貴重な絵だと思うんですけども。はい。じゃあそこで、ここで消えるときは見てらっしゃいました？はい。なんか、あ、やっぱりいなくなったんだと思った。はい。パッと消えた感じで。はい。出てくるときは、まあ、消えてたときは、いつの間にかそこにあったという感じになりますよね、話からすると。あのですね、あの、今日いただいたじゃないですか、こうやって電話を。うん、4月14日に現れた開口を並べてみました。で、この光に注意していただきたいんですけども、同じ集音機に至近距離からポインターの赤い光を当ててみました。左が自然反射光ということになります。我が家の窓の外の様子を映し出しています。で、光を比較していただきたいんですけども、右2つはですね、強烈な光であるということがこれで理解していただけるものと思います。つまり4月14日に現れた光は強烈な光であったということになります。においてですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市在住の M 美幸さんが
届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました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 。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは、私が首にかけていた集音機の表面に反射して映っているといった風に見えます。と言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカッと光って連続して移動しているのが分かります。で、さらにスローにし、部分的にポーズし、拡大してみ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 ます。注意深くご覧ください。左が私の集音機です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、iPhone 上で拡大しますと、極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして、今ご覧いただいています。私の集音機の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、まあ、見て取れます。で、それがですね、上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。で、また今度は下に移動します。集音機の上に現れたというよりも、集音機が、いわゆるまあ、なんて言いますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけれども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。まあ、グラフのようだ、なんて言いますかね、ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で、結論ということになりますが、対抗事件はありました。これがその物的証拠ということになります。対抗をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。瞬間にこれだけ強い光を放つということはですね、光源はですね、かなり強烈な光であったと思われます。で、ちなみに私の集音機にポインターを当てて皆さんにご覧いただきます。まあ、私の集音機にポインターの赤い光を当ててみました。この光とですね、
先ほどの集音機に現れた光と比較していただきます。右から2番目の光に注意してください。中央がポインターに当てられた部分です。赤い光ですね。で、自然光は左のようになります。この集音機がですね、庭の私の家の庭の光を反射しています。黄色い丸の中を比較していただくと分かりますように、一番右はですね、まあ、極めて強力と言いますか、強烈な光であったことがこれで皆さんにも分かっていただけると思います。で、集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。さらに M 美幸さんが届けてくださいました動画を検証してみたところですね、別のものも映っていたというような感じがします。で、今ご覧いただいているのはオリジナルの動画です。もともとの動画ということになります。その中にですね、こんなものが映り込んでいました。ストップモーションポーズをかけています。で、拡大してみるとですね、私の集音機の表面が白く光っているのがわかります。そしてどうやら手の影も映っているようなんですね。手の影、指が映っているのかなという感じなんです。この光はどこから来たかということなんですね。で、全体はこの、部屋はですね、背景に見えますようにベージュ色の、部屋だったように記憶しています。ですからこの光はどこから来たかということなんですけども、わかりません。もう一度拡大してみます。こんな光もほんの一コマですけどもね、映っていました。一コマですね。で、ここで動くんですけども、同時に、まあ、光も消えているということになります。というような現象も起きています。これについてはクエスチョンマークをつけておきますが、先の話に戻します。私の集音機です。そしてその集音機の表面にはですね、このような、まあ、奇妙なと言いますかね、光が映り込んでいたということです。で、これは何かということなんですけども、M 美幸さんの、スマホ iPhone ですけどもの上で見るとですね、もっとシャープに細かいそのラインが見て取れます。まあ、要するに何かのね、波動を示しているようなラインということになるわけです。で、こうして並べてみるとですね、まあ、微妙に変化しています。一コマですよね、まさに。ですから、まあ、この写真といいますか、そこでポーズして、切り抜くということが当初考えていたよりも大変な作業になりました。開口現象は確かにありました。It was April the 14th, 2019, around 2:35 p.m. when various strange phenomena occurred in the room of the study seminar I conducted.
A small UFO appeared in the room, along with dazzling flashlights and a shooting light in the room. One of the attendees also witnessed something like a smoky, invisible man. But very fortunately, a part of the lights was taken by M. Miyuki-san's iPhone. I would like to introduce here in this video some of the lights that were captured at that time. And just on today, I was sent her iPhone directly from M. Miyuki-san, so I decided to re-verify the original file. Also, please note that these lights are very similar to the light taken during NASA's Columbia STS-80 mission. The video is to be followed after this video of verification. 2019年の4月14日のことでした。午後2時35分前後のことですが、私が主催している勉強会の会場で様々な怪奇現象が起きました。部屋の中に小型の UFO が現れたり、眩しいばかりのフラッシュ光が光ったり、あるいは飛んだりしました。もやもやとした透明人間のようなものを目撃した人もいましたが、その一部を M. みゆきさんの iPhone が撮影していました。ここに紹介するのはその時捉えた怪光の一部ということになります。今回その iPhone を M. みゆきさんから直接届けていただきましたので、オリジナルのファイルからもう一度再検証し直してみることにしました。なおこの光は NASA のコロンビア号の STS-80 ミッションで撮影された光と酷似している点にも注意してください。その動画はこの動画の後につなげておきます。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。
Mr. Martin Stubbs writes about this video as follows. STS-80 spacewalks were cancelled as NASA views the jammed door that was supposed to be the cause these flames and field flames or self-luminous UFOs all around the outside of that door. When the shuttle got home, the door was suddenly okay. A $500 million mission failure. STS-80 was a space shuttle mission flown by Space Shuttle Columbia. The launch was originally scheduled for 31 October 1996, but was delayed to 19 November for several reasons. This video was taken by an astronaut at that time. Watch very carefully for the strange little lights flying around. And it was April the 14th, 2019, when strange small lights, very similar to these lights, were captured on the video at my seminar held in Gifu City, Japan. Please compare these two videos. この動画をアップロードしたマーチン・スタップ氏はこう書いています。 NASA は STS-80 宇宙でのスペースウォーク実験を中止しました。 STS-80 というのはスペースシャトルコロンビアによるスペースミッションでした。打ち上げは当初1996年10月31日に予定されていましたが、いくつかの理由で11月19日に延期されました。その STS-80 ミッションにおいて、おそらくその光とフィールド、つまりそれ自体が光っていたのですが、その光とフィールドによって引き起こされたためと思われる事故のため、シャトルのドアが開かなくなり、50万ドルもかけた実験が不意になったと。その時宇宙飛行士によって捉えた動画がこの動画ということになります。奇妙な小さい光があちこちを飛び回っているのを注意深くご覧になってください。で、この光と大変よく似た光が私が開いている勉強会の席でもビデオに収められていました。2019年4月14日、私が岐阜市で開いた勉強会の席でです。この両者の光をどうか注意深く比較してみてください。広志林、Hammamet City, Japan。ではもう一度最初から画面を説明します。これは STS-80 のですね、スペースウォーク実験の際に撮られた動画だそうです。で、スペースウォークをですね、宇宙服を着て、宇宙へ出るという実験ということになるわけですけども、その実験のために、このスペースミッションがなされたということですが、その時にですね、ドアの外と説明にはありますけれども、そのドアの外にですね、このような奇妙な開口現象が起きたというわけです。そして同時にですね、そのドアがジャムで、つまり開かなくなってしまったというわけです。それでその実験は失敗し中止になったというわけです。で、その時に、こうした開口が取られているわけですけれども、今、右下にですね、去る2019年4月14日に私の勉強会にの席でですね、現れた開口現象をですね、たまたま動画に撮られていて、その動画から起こした写真を皆さんにご覧いただいています。その光の様子と
左のですね STS-80 ミッションの時に現れた光の様子が大変よく似ているということです。で比較してみます。左が、STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下がですね、勉強会で、まあ、たまたま撮られた写真ということになります。でさらに詳しく比較してみます。左上が STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下が4月14日の勉強会の席でたまたま撮られた写真ということになります。私が首にかけていた集音機の前にその光が映り込みました。でもう一度拡大してみます。 STS-80 ミッションの時に撮られた開口ということになります。でこうして見るとですね、ギザギザになっているということがわかるのではないでしょうか。あるいは一本の直線的なといいますか線ではなくてですね、細かい線がですね集まってこのような線を作っているということになります。ギザギザとしているということですね。左下の写真なんかわかりやすいんじゃないかと思います。で右下がこれが集音機に映り込んだ開口ということになります。ギザギザラインである点に注意してください。で中央の写真を右に拡大してみました。でよく見るとですねぼやぼやしていますけども、基本的にはギザギザラインのように見えます。つまり私林博士はこの両者の光は同一あるいは類似の光と判断しました。まあ、こうした光がですね、つまり開口が STS-80 ミッションの周りに現れた。そして2019年4月14日の私の勉強会の席で現れたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。ですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市
在住の M みゆきさんが届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは私が首にかけていた集音機の表面に反射して映っているといった風に見えます。と言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカッと光って連続して移動しているのが分かります。で、さらにスローにし、部分的にポーズし、拡大してみます。注意深くご覧ください。左が私の集音機です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、 iPhone 上で拡大しますと極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして今ご覧いただいています。私の集音機の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、まあ、見て取れます。で、それがですね、上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。で、また今度は下に移動します。集音機の上に現れたというよりも、集音機がいわゆるものになってますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけれども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。まあ、グラフのようだ、なんて言いますかね、ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で、結論ということになりますが、開口事件はありました。これがその物的証拠ということになります。開口をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。で、集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。さらに M みゆきさんが届けてくださいました動画を検証してみたところですね、別のものも映っていたというような感じがします。で、今ご覧いただいているのはオリジナルの動画です。元々の動画ということになります。その中にですね、こんなものが映り込んでいました。ストップモーションポーズをかけています。で、拡大してみるとですね、私の集音機の表面が白く光っているのがわかります。そしてどうやら T
手の影も映っているようなんですね。手の影、指が映っているのかなという感じなんです。この光はどこから来たかということなんですね。で全体はこの、部屋はですね、背景に見えますようにベージュ色の、部屋だったように記憶しています。ですからこの光はどこから来たかということなんですけども、分かりません。もう一度拡大してみます。こんな光もほんの一コマですけどもね、映っていました。一コマですね。でここで動くんですけども、同時に、まあ、光も消えているということになります。というような現象も起きています。これについてはクエスチョンマークをつけておきますが、先の話に戻します。私の集音機です。そしてその集音機の表面にはですね、このような、まあ、奇妙なと言いますかね、光が映り込んでいたということです。でこれは何かということなんですけども、M. みゆきさんの、スマホ、iPhone ですけども、の上で見るとですね、もっとシャープに細かいそのラインが見て取れます。まあ、要するに何かの、ね、波動を示しているようなラインということになるわけです。で、こうして並べてみるとですね、まあ、微妙に変化しています。一コマですよね、まさに。ですから、まあ、この写真といいますか、そこでポーズして、切り抜くということが当初考えていたよりも大変な作業になりました。開口現象は確かにありました。 Bye for now.